つもミンラボを見ていただきありがとうございます。今回はダブルハンドの手打ちで、よくあるうまく打てない、原因ですねを、語ってみたいと思います。で、まず、一つ目は、体が前を向いたまま、打ちたい方向に対して前を向いたまま手だけで引いてしまうため、当然手だけで、ラケットを動かす。で、もしくは、手で引くと体のローテーションがないため、体重を左足から右足の方に、左から右の方に体重でラケットを引っ張り込むようにして、ラケットを振るため、打球方向っていうのは、打球方向に動きたいんですが、打球方向とは違う方向に、ラケットが動いてしまい、うまく、ボールをコントロールできない、もしくはうまく、ラケットのフェースに当たらない、という、手打ちの例が一つで、これの時は、上手な人はオープン、体が腰が前を向いていても、この胸椎からのグッっていうローテーションと、骨盤をうまく少しグッっていう風に横を向けることができるので、その状態、前を向いている状態でもローテーションを作り込んで、足の蹴りでドンっていう風に、ラケットを打球方向にこう強く長く、出すことができるので、前を向いてもうまく打てるんですが、一般の方はこれが難しいので、やはり、最初にボールが飛んできた時にパッっていう風に横を向く、前向いている状態から横を向いて、体重移動、左足から右足に体重を移動させてからラケットを振るっていう風に、基本的な動作で、ラケットを打球方向に動かすっていうのを覚えた方がいいと思います。で、ただ、もう一つ、うまくいかない手打ちの例としては、横を向きすぎる、クローズって言って左足よりも右足の方が、外についてしまう、クローズについてしまうため、この時にテイクバックが体をひねってない状態なのにラケットが引けてるってことです。体の向きをこういうふうに変えると結果的にラケットは打点から遠くなって、打点までラケットを振るスペースができるので、これで、一見エネルギーが出るんですが、これの良くないところは体がローテーションしてない状態のため、ここから体をひねり込むっていう風に、エネルギーを出すために、ひねったものを戻すんじゃなくて、ひねってないところからひねり込むっていう動作になってしまうため、ラケットのフェースが、このように早く打球方向から違う方向に向いてしまいます。で、もう一つは、腰ですね、腰椎の腰の部分を自分からひねり込んで打たなきゃいけないので、怪我をしやすいです。昔だとこれで腰椎分離になっている選手がたくさんいました。で、今は、クローズに足をつかないことと、テイクバックの時にローテーション、グッというローテーションをみんなできるようになったおかげで、腰痛はもう劇的に減っているので、ぜひ、最初にバックハンドがうまく打てない方の場合は、少しつま先を横に向けるような形で、まず横を向いてもらいます。で、この状態から少し肩の位置をグッというふうに、肩越しにボールを見てる感じです。横向いて見てるんじゃなくて、 肩越しにこれは顎が、肩に乗るぐらいの感じにしてもらうと、ここの胸椎の部分をグッというふうにひねることができるので、この状態にしたところから、足を前につく、この後ろから前につく勢いを使ってラケットをドーンっていう風に、打球方向に、振る感覚を覚えてみたらうまくいきやすいと思います。はい、では
今話した悪い例と良い例を羽澤慎二選手にデモンストレーションでやってもらいながら少し説明をしたいと思います。まず最初は足をクローズにつきすぎるため体のローテーションが小さくなり手打ちになるパターンです。少し羽澤選手の場合はうまく打ちすぎているので分かりにくいですが、普通はこれぐらいクローズドスタンスで構えると胸椎の回線が少なくなりもっと手打ちになります。これでも前が窮屈なのが分かると思います。後ろから見ると前足をクローズについたことで打った後のスイングが窮屈なのが分かります。でもう一つは、横を向くことができなくて前を向いているまま、手だけを引いてしまう、そういう感じですね。これでは普通はエネルギーは出ないです。うまく打ってます。羽澤選手に悪い見本をしてもらったのですが、前を向いて手を引くといってもこれぐらい、肩の位置が、横を向いているので意外とローテーションができてしまってます。ただ、やはりこれでもエネルギーが生まれにくいのが見てわかると思います。スローで見るとこれでは下半身のエネルギーと、前方に足を踏み出す体重移動が足りなくてエネルギーが出にくいのがよくわかります。じゃあ今度は、うまくローテーションをしながら足の踏み込みを使って打つ理想的なバックハンドです。最後は理想的なバックハンドの動作です。後ろ足に体重がしっかりと乗りローテーションを行った状態から前足に体重移動を行いエネルギーが打球方向に全て向かっているのが分かります。結果的にテイクバックをした時の肩の位置が打ち終わった後180度に近いぐらい回りローテーションが非常に大きくなりエネルギーが生まれているのが分かります。では実際にラリーをしている時の羽澤慎二選手のバックハンドを見てみたいと思います。なかなかシャープなスイングです。フットワークがよくボールの後ろに正確に入ることで体重を打球方向に使うことができています。加藤美優選手のラリー中のバックハンドです。彼女は前足に体重を乗せるのが非常にうまく軸がぶれないのが特徴です。こんだけバランスを崩さない選手は世界でもなかなかいません。最後はバックハンドといえば清水優太選手です。彼のバックハンドは非常に多彩で攻撃力、ディフェンス力、ボールの変化、全てを兼ね揃えています。非常に参考になるバックハンドです。こうやって見ると足のフットワークの巧みさが非常に目立ちます。これにより良いポイントで
インパクトすることが可能となっています。ありがとうございました。